今子供が通っている塾内では今の中3は過去数年の中で極端に勉強しない学年だと評価されています。これは井の塾さんや他の学校でもそうなのでしょうか。他の学校によりけりですよ。僕の塾でも川原と弥富でその学年ごとによってやっぱりレベルが高い低いもあるし、やる気があるないもあるし、そういったのは年によってまあ全然違ったりとかしますね。今僕らの校舎だったら1年生3年生はやる気満々ですね。2年生が中だるみが始まってんのかなって感じが何人か感じますけど、それでもやっぱり頑張ってる子は頑張ってるかなって感じですね。中3は今年は頑張ってると思いますよ。去年の子たちも頑張ってましたけど、今年の子たちも頑張ってると思いますよ。僕ちょっと不思議なんですけども、中学受験とかであるんですけど、例えば東海中学を目指してるとします。だけど今行ってる塾のコースが東海中学を目指すコースじゃないのに、なぜそのまま入れてるのかなっていうのが不思議でしょうがないんですけど、東海中学に行かせるために塾入れてんのに、なんで東海中学を行かないようなコースに、まあその子のレベルが低いからっていうのもあると思うんですけど、なんでそこで止まっちゃうんだろうなと思いますね。そしたらもうその塾やめて違った対策考えた方がいいんじゃないかなと思うんですけど。